古見拓二3月3日昭和36年4月10日は日本の劇作家、作詞家、作曲家、俳優、舞台監督、映画監督、小説家である。幕与太平、幕とも太平の名で本案、オリジナルのオペラ作劇により、浅草オペラ、あるいは横浜の大賞活動映画で、活動の後に舞台を京都に移し、古見拓辞名で、 映画監督として活躍した。監督としては、その池茂雄の名も持つ。俳優としては、高倉健二郎を名乗った。1894年3月3日、福岡県音楽院黒崎村に生まれる。本名については、1919年に発行された、女性水域女優の巻、および百二十一年に発行された、日本歌劇俳優名鑑には、 幕クト太平の項目があり、古見託地語であると記されている。日本歌劇俳優名館には、実家は、三原、古見は、養子先とある。1908年、14歳で、同村立黒崎神城高等小学校を卒業後、八幡製鉄所に入所するも1910年に、左手の指を、切断。1912年に上京、中央大学法科の夜間部に入学する。 またこの頃、添田倒しセミ棒に弟子入りし、古見清子を名乗った。日本歌劇俳優名館には、電気の学問をし、生来文をよくし、新聞記者から脚本家となると記されている。帝国劇場で宝塚少女歌劇の脚本を書き、その中に、コサックの兵隊、と好きなアームン、ネオミリタリズム等のタイトルが見られる。コサックの兵隊は、 宝塚少女歌劇脚本集第7集に掲載された。1917年、舞踏家石井清の朝日歌劇団に入団幕与太平名でオペラ台本を書く。当時同劇団には新国劇から転向した富山栄二郎がいた。1918年4月、西本正春、河井澄子、小沢ミラニラと日本バンドマン一座を結成。 本案と創作オペラを展開する。浅草のカフェパウリスタに集う大杉久氏、近藤健二、酒井敏彦、辻淳、高田津らと進行を結ぶ。1919年上演のトスキナーはかつての詩、押しセミ棒の楽曲、く、金の夜屋をフィーチャーしたアナキス無歌劇であった。新古名で作ったトスキナーの歌はインテリコートユーミンの愛称歌となった。 浅草の観音劇場に出演し、珍賞のユッケルマンを演じるキーワーに、高倉健次郎を名乗った。1920年5月の松竹資本による、伊高隆岸田達也、高田正夫、高田聖子、富山栄二郎らの新生歌舞劇団に参加、同年26歳の時に、同劇団の女優、赤沢洋子と結婚する。同年8月に、同劇団の幹部を、 ネギシ工業部のネギシ吉之助がヘッドハントネギシ大歌劇団を結成すると翌年同劇団に台本作家として入団するバンドマン一行常磐楽劇団東京オペラカムパニーでは舞台監督も手掛けている南歌劇団にも在籍した紅沢が横浜山下町の映画会社対象活動映画の撮影所に入社原作脚本 谷崎純一郎、監督、トーマス、栗原による、設立第一作、アマチュアクラブに出演する頃には、本目に今日構えた。同社の撮影所には20歳前後の俳優たちが、入社したばかりで、後の映画監督、内田智也や二川文太郎、井上銀太郎、横田豊明、また竹村忍、高橋栄一、江川酒井玲友、鈴木澄子、渡辺敦志らが、 幕与太平の家に集った。1921年、大正活営の原島元太郎プロデュースのもと、新宗教大本の出口鬼三郎の謙虚に取材した、大本教、福間伝で映画監督に転校、浅草、駒形劇場で公開して、ヒットとなる。同年9月に、大正活営が制作を休止し、撮影所を閉鎖すると、幕与太平は、暮れない沢や内田。 二川、井上、渡辺、江川らの俳優陣を引き連れて、同時期に設立された、京都の牧野教育映画製作所に交流する。この時幕与太平子と、古見卓二27歳であった。日活から独立し、牧野教育映画製作所とその、当人撮影所を開いたばかりの牧野正造は、金森万象をマネージャーに、宮崎康吉キャメラマン。 沼田光六監督らと共に準備を整え、いよいよ現代劇制作に取りかかるにあたり、第一の文芸顧問だった谷崎純一郎に相談して、江川堺霊友、渡辺敦子、赤沢洋子、横田と明、き、内田富、井上金太郎、二川文太郎、岡田時彦ら、横浜から20代の若者たちを招いた。幕も、その一人で、それぞれ皆がタイトル書きや、 台本の写しを行っていた。この俳優たちは、牧野や金森番章、沼田鉱六の監督する教育映画に次々主演し、幕も同年、牧野の息子である牧野忠忠を主演に小さな勝利者を取る。翌1922年には、内田と紅れない沢を主演に心の扉を取ったが、自作の火花の撮影中に牧野と揉めて退社。 同作は、絹笠定之助が完成した。退社後の幕は、1923年7月22日に、公開された大ホラー言語監督の現代劇、愛の未亡人に脚本を提供したのを最後に、幕与太平名義で作品を発表しなくなる。1924年、兵庫県西宮市紅用園の、東亜根念間紅用撮影所に入社、古見卓司名で監督作を発表。 同年中に、アシア市の帝国キネマ、アシア撮影所に転じて、問題作、話題作を連打する。1925年1月14日の帝国キネマの内紛から、石井虎松をはじめとするアシア撮影所の全従業員が辞職、同撮影所は機能停止するという事件があった。石井らのアシア映画製作所の設立に参加し、監督作を発表。 半年で正常化した帝国キネマに全従業員がほぼ現職復帰する。1925年、やはり、三角キネオ大社、俳優行動国展、作家金子博文、画家小生無謀らと第一線映画連盟を設立、自主制作、配給を目指す。運動は一年で、挫折、似通った志を持つ東京の高松と与次郎に、招かれ、高松の 高松あずプロダクションで、第一線映画連盟の俳優陣、撮影の玉井正浦を引き連れて、勤労を取った。その後は、スタッフキャストを引き連れて、坂東つま郎プロダクション、奈良の市川歌右衛門プロダクション、あやめ池撮影所、河合映画社へ転々とする。1929年2月、古見卓司プロダクションを、設立、国政大日、蓮合監督後、5月に等、 帰国後は、ユータプロへ戻るが、1931年に、労働葬儀を起こし、解雇される。東活映画社に移るが、1932年の、同社の解散で、バンツマプロに戻る。その間の1934年に、妻のレナイサ沢と離婚、さらに極東映画社、紅葉映画へ移り、 その池茂雄名で監督をするが、1937年のボーイスカウトを最後に43歳で映画界を去った。1937年、映画監督を廃業、成果に戻り、実定から一部譲り受けた鉄工所を経営する。1942年、北九州文化連盟幹事長となり、当時同会の会長だった13歳下の芥川賞作家、 日野足兵を支える。この年、小説、日本見閣伝を、福岡日日新聞に連載する。1945年、第二次世界大戦終戦直前の7月、51歳で、日野のいた、西部軍報道部に徴用され、経営していた工場は、企業整備により閉鎖となる。戦後1946年、九州書店を、設立、代表取締役になる。 同年6月、九州の百姓一騎を観光する。1948年に同社が解散、以降は除述業となる。1959年の一決で倒れる。1961年4月10日、福岡県八幡市で死去。満67歳没。京都北野の牧野教育映画製作所での第一回監督作品、小さな勝利者は、 長屋でのロケから始まった。子役主演の牧野正宏は、姉役の女優と長屋で待機していて、段取りが済むと、幕監督は、トーマス、栗原仕込みの英語で、レディー、と叫んだ。正宏はちょうど中学校で、レディーが、夫人だと習ったところだったので、姉役の女優に、あんた呼んではると言って慌てて外へ押し出した。女優は、何ですと幕に尋ね、 監督は、バカ、引っ込め、とどなって、この女優はびっくりして引っ込んだ。再び外から、レディ、とバクの怒鳴り声が聞こえ、マサヒロは、お前やと言ったが女優は、嫌や,やと言って出て行かなかった。すると次に、また監督の大きな声で、アクション、と聞こえた。マサヒロはこの言葉は習っていなかったが、バクヨヘイという監督がこんな風にやたらと英語で、号令をかけようとは、 思いもよらなかったという。最後に、バック監督が、キャメラ号。と叫ぶと、キャメラマンの橋本再治療と喧嘩になった。橋本は、キャメラは、どこにも行かへんて、キャメラ号。なんちゅう大声出すな。キャメラはここにある愛とバカにした口調でバクに言い、これに怒ったバクは、やめた。中止。と叫んで脚本を地面に叩きつけた。橋本は、何や。 お前中止だけ日本語で言うんかとせせら笑い、大騒ぎとなって、牧の正像の裁判が入った。正像はまず、この馬鹿。お前運動会やってて、レディがわからへんのか、と正さを怒鳴りつけ、レディは、良いや、そやろがと言い,い、その次は、ハクションかと聞いた。バクが、いえ、アクションですと抗議すると、えーわい、ハクションにせい、ほってから花、カメラや、と言ったので、 周りにいたバクも、内田トムも、二川文太郎も吹き出してしまった。続いて肖像はバクに、1ってのは、英語でなんやと聞き、バクが、1や、2は、2、そんなら3は何ちゅうにスや ?3 と答えたところで、肖像が、そやけど、ワン、ツー、スリーちゅうたら気が抜けるがな。ワン、ツーは映画、スリーは日本語でいけ。ワン、ツーやのほい。 これこれこれでいこう。と言い出し、以来牧野では、この号令が定番となった。絹笠定之介、稲垣博史監督は修正この号令で、通している。幕の没後1年に、長男、古見巨が移行集を編纂、発行した。日は、聴力障害新聞編集長等を歴任した、編集者である。古見と、紅沢の間の娘を母に持ち、 孫にあたる宮山隆が伝記を執筆した。すべて、幕とも太平名義である。国立国会図書館蔵書を中心とした一覧、すべて、古見卓司名義である。ありがとうございます。